で少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のために一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が再現されようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに生まれようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。令和4年9月25日場所は MK タクシーフィールドエキスポにて、 NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会主催2022 X リーグディビジョン3ウエスト第3節愛知ゴールデンウィングス対磯野スーパースターズの一戦がまもなく行われます。試合開始13時40分キックオフ予定です。両チームの紹介をさせていただきます。手前側に陣取っております、本日カラーのユニフォームを着用しておりますのが愛知ゴールデンウィングス、1989年創部の歴史を持つ東海地区にありますクラブチームです。愛知県豊田市内にその拠点を構え、ノンスポンサーを長く貫き、その在野において活動を続けております東海地区の古豪のクラブチームです。今季パッションを合言葉に、一人一人が熱い思いを持ってフットボールに取り組み、 X2 昇格悲願の X2 復活をかけて戦っております。過去4期にわたりブロック優勝を果たしたこの強豪は今季5度目の挑戦に挑みます。対します反対側に陣取ります、本日はホワイトのユニフォームをまとっておりますのが磯野スーパースターズ。こちらも東海地区に拠点を置きますクラブチームです。在野にありますクラブチーム、そしてプライベートチームが結合し、2014年シーズンに合併、かつては磯野エンジェルスを母体としたクラブチームです。この合併を機に一気に X2 昇格を果たしたそのシンデレラチームは、長く X2 に在籍し今は X3 に甘んじておりますが、再び X2 に復活するべくこのフィールドに戻ってまいりました。春のシーズン、その勢いを借りましてジュニアトーナメントにおいて X2 の強豪チームを撃破し、準優勝を果たすという破業を成し遂げております。その勢いのままこの X3 を秋シーズン制覇し、悲願の X2 昇格復帰を目指しております。この両雄の一戦がまもなく行われます。磯野スーパースターズレシーブ、愛知キックオフ、磯野リターンで試合が始まります。早速 YouTube 欄にあるコメントメッセージありがとうございます。ファーディーさん、愛知ゴールデンウィングス、ヒューイット選手、ベリーヒューイット選手ですね、タラコン州立大学出身のプレイヤーに注目してほしいということでコメントありがとうございます。今シーズン愛知においてそのベリーヒューイットの活躍は非常に顕著なものがあります。この試合でもそのプレーがどこかで炸裂することを期待しつつ、その点も注目しながら配信させていただきたいと思います。この試合は1クォーター10分の正式計時で行われます。愛知ゴールデンウィングスのキックオフで試合開始となります。キックオフキッカーを務めますのは愛知ゴールデンウィングス2番毛利、名城大学出身のプレイヤーです。さあこれを磯野のリターン入りました。素晴らしいスピードになります。磯野リターナーが右オープンを展開し、自陣30ヤードを超えたところまでリターンしました。リターナーは19番の選手、19番五十嵐が務めておりました東北大学出身のプレイヤーです。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。
攻撃権は4回で10ヤードを前進し攻撃権を更新するか、相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずは磯野スーパースターズの攻撃から始まります。磯野自陣33ヤードからファーストダウン10、1回目の攻撃です。さあまずパスプレーから入りました。クォーターバック18番ワイドレシーバー84番にパスを投じましたが、このパスは不成功です。アメリカンフットボールはボールの開始点から後方より1回だけ前に投げることが許されています。この権利を使い前パスを投じましたが、パス不成功でした。前パス失敗ですと元の地点に戻り、次の攻撃セカンドダウン2回目の攻撃に変わります。したがって、磯野自陣33ヤードの地点からのセカンドダウン10、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新の残り距離は10ヤード。今度はランプレーです。磯野ファースター。磯野ここでオプションプレー、クォーターバックが持つかランニングバックに投げ渡すかの選択プレーを展開しました。ここで託されましたランニングバック25番が見事にその期待に応え攻撃権更新です。磯野ファースター。これにより磯野再び1回目の攻撃に戻ります。見事攻撃権更新至りました磯野ランニングバック25番は宮部、北海道大学出身のプレイヤーです。磯野自陣43ヤードに進みましてファーストダウン10、1回目の攻撃に戻ります。パス成功、ビッケーファースター。クォーターバック18番、ここでロングパス、一気に自陣相手陣奥深くに飛び込ますロングパスを、これをワイドレシーバー11番競り合いながら見事にキャッチし大きく前進ファースター。磯野一気に相手陣深くに入り込みました。見事にパスを投じました。クォーターバック18番は田中、岐阜大学のプレイヤー。そして取りましたワイドレシーバー11番は松永、同じく岐阜大学のホットラインが炸裂しました。さあ相手陣深く17ヤードの地点からの磯野ファーストダウン10。ここは愛知ナイスディフェンス。磯野ここをランプレーで一気に突破を図りましたが、愛知負けじとディフェンスライン陣踏ん張りまして、このランプレーをノーゲイン0ヤードで止めました。アメリカンフットボールは前進をゲイン、後退をロスと表現します。失礼しました、先ほどのランプレー、しかしランニングバックの粘りにより1ヤードのゲインにはなっています。磯野相手陣16ヤードからセカンドダウン9、2回目の攻撃です。攻撃権更新には9ヤードの前進が必要。ナイスラン、ランニングバック25番トスを受け左オープンに展開、そこから縦に切り上がり約8ヤードのゲインを果たしています。キャリア25番は宮部、北海道大学出身のプレイヤーです。磯野相手陣9ヤ8ヤードの地点に入りまして、サードダウン残り1ヤードの状況です。この1ヤードを取ることができるかどうか非常に注目のシチュエーションです。愛知これを防げるでしょうか。サードダウン残り1ヤードの攻撃に磯野入ります。さあこれを中央のランプレーで突破を図りましたが、これはゲインありません。愛知99番が見事に反応しまして、このランプレーをノーゲインで止めました。素晴らしい反応を見せたのは愛知99番の近藤、南山大学のプレイヤーです。175センチ、130キロの巨漢プレイヤーがここで素晴らしい動きを見せました。さあ磯野フォースダウン残り1ヤードという状況、最後の攻撃権どうするか、プレートします。フォースダウンギャンブル、ここで前進しないと攻守交代になります。磯野フォースダウンギャンブルに入ります。さあここで磯野はクォーターバック自らが中央突破しました。クォーターバックスニークを展開しましたが、ゲインは果たしてどうだったでしょうか。愛知でゴールデンウィークファースター、
公益権行使になりませんでした。磯野フォースダウンギャンブル失敗、したがってこの時点で攻守交代となりまして、愛知見事攻撃権奪取になりました。ターンオーバー。磯野先制点を狙うべくここでフォースダウンギャンブル、あえて攻撃を選択しましたが、この攻撃は失敗。4回の攻撃で10ヤード前進しなかったため攻守交代となります。愛知窮地を脱し、自陣8ヤードからの攻撃に入ります。愛知ファーストダウン10。ここでホイッスル、チームタイムアウト、愛知ゴールデンウィング。愛知ここで前半1回目のタイムアウトを取りました。1回目、アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることが許されています。まず愛知、この試合最初のプレーでしたが、全員を落ち着かせるためでしょうか、あえてその最初のタイムアウトを使いました。さあ試合再開しまして、愛知自陣8ヤードからのファーストダウン点に入ります。まずランニング枠に託しましたが、しかしこれは磯野がナイスディフェンス。託された30番の突破を見事磯野反応しまして、ゲイン1ヤードにとどめています。託された愛知のキャリア30番は近藤、愛知大学出身のプレイヤーです。愛知自陣9ヤードからセカンドダウン9。パス成功。クォーターバック7番、ワイドレシーバー8番にパスを通しまして攻撃権更新になりました。愛知ファーストダウンです。パスを通しましたクォーターバック7番は長浜、大阪市立大学の今季カムバックのプレイヤー。そして取りましたワイドレシーバー8番はビリーフィット、メッセージにありましたタルトン大学、タルトンステート大学のプレイヤーです。ルーキープレイヤーがルーキーと、そしてカムバックプレイヤーがここで見事なホットラインを形成しました。さあ自陣18ヤードの地点に入っての愛知ファーストダウン10。再びパス成功。今度は86番にパスを通しまして、愛知約8ヤードのゲインを果たしています。レフリータイムアウト、水分補給のためのレフリータイムアウト。ここでウォーターブレイクに入ります。アメリカンフットボールは審判団の判断によりクォーターの半分でウォーターブレイクを入れるケースがあります。本日はまだ残暑厳しい9月ということもありまして、 X リーグは9月間はクォーターの半分でウォーターブレイクを入れることが統一ルールとして入っております。先ほどのパスプレー、パスを取りましたワイドレシーバーは86番山田、滋賀大学出身のプレイヤーです。関西学生3部リーグに所属する滋賀大学のその OB もやはりここで X リーグで活躍しております。ウォーターブレイク解けました。愛知の攻撃から試合再開となります。ボールオンは自陣26ヤードから愛知セカンドダウン2。パス成功です。まだプレーは続きます。ナイスセカンドエフォート、ファーストダウン。
ここで愛知クォーターバック7番ワイドレシーバーにパスを通しまして取りました8番、そこから粘り、また味方のブロッカーのパワーもありまして、さらにセカンドエフォートにより大きく前進してファーストダウンとしました。愛知ファーストダウン。両チームこれが優勝に関わる大事な一戦ということを自覚した上での非常に白熱した戦いが序盤から行われています。愛知陣地押し返し、自陣43ヤードからのファーストダウン点、ここでホイッスル。ここでフィールド上にイエローフラッグ、黄色いウエスが落ちています。この黄色いマーカーが落ちていますと反則発生を意味します。ペナルティ、今回の反則はオフェンスの反則でした。リレーオブザゲーム、遅延行為を働いたという反則です。オフェンスチームには制限時間があります。この制限時間内にプレーを始めなかった場合は5ヤード抜退という形になります。したがって愛知5ヤード下がり、自陣38ヤードからファーストダウン15となります。攻撃権更新距離伸びまして、攻撃権更新15ヤードを愛知どのように突破するでしょうか。パス不成功。クォーターバック7番、ここでワイドレシーバー4番へのパスでしたが、このパスはオーバースロー、パス不成功となりました。1つ攻撃権失いましてセカンドダウンに入ります。愛知自陣38ヤードからセカンドダウン15。磯のナイスディフェンス。ここで愛知はオプションプレー、クォーターバックが持つかランニングバックに投げ渡すかの選択プレーを選びました。ここでクォーターバックはランニングバックに投げ渡しましたが、これを判断し磯の43番が見事にロスタックル。このランプレーによって約3ヤードロスを奪いました。見事な反応を決めましたのは磯のスーパースターの44番のプレイヤー井川、金沢大学のルーキープレイヤーです。北陸学生リーグの出身の選手もここで活躍しています。さあ、さらに下がりまして愛知自陣36ヤードからサードダウン18の状況をどうするでしょうか。パス成功、ナイスディフェンス。ここでクォーターバック7番ワイドレシーバー4番へのディープパスを投じましたが、磯の見事なパスカバーによりパス不成功としました。ダウン1つ進んでフォースダウンとなります。さあ、愛知も結果的にフォースダウン、最後の攻撃のチャンスとなりましたが、ここでフォーメーションを変えました。パントフォーメーションを選択します。パントはキックによるいわゆる攻撃放棄のプレーです。これにより陣地挽回をどれほど図れるでしょうか。パンターは53番が入りました。53番は鈴木、横浜国立大学出身のプレイヤーです。さあ、磯のリターンに入ります。リターナー19番、左オープン展開を図りましたが、しかし自陣40ヤード付近でボールデッド。この位置での磯野の攻撃に変わります。リターナー務めましたのは磯野スーパースターズ19番五十嵐、東北大学出身のルーキープレイヤーです。磯野、東北学生リーグ出身のプレイヤーがここで活躍しています。さあ、攻守変わりまして磯野の攻撃になります。磯野自陣39ヤードからファーストダウン点。さあ、まず横へ振ります。クォーターバック18番、ワイドレシーバー19番へのヒッチパス、横へのパスを投じまして、これを取りました19番がキャッチアンドラン。これを生かして約8ヤードのゲインとしています。
パスを投じました。クォーターバック18番は田中、岐阜大学のプレイヤー。そして取りました19番は五十嵐、東北大学のプレイヤーです。さあ磯のセカンドダウン2、ボールオン自陣48ヤードの状況に入ります。さあクォーターバック18番、ここでクォーターバックドロー、パスに見せかけクォーターバック自らが遅い展開からのランプレーを行いました。原因はしておりますが攻撃権更新になったでしょうか。見事攻撃権更新です。磯のファーストダウン、クォーターバック18番田中、見事な判断で攻撃権更新となりました。東亜おじさん様、メッセージありがとうございます。東海勢どちらも頑張れ。そうですね、東海勢が今現在 X3 のブロック優勝に関わる非常に重要な一戦を行っています。 K-Y ヤング様、ビーフィートのメッセージ、応援メッセージありがとうございます。名古屋クルセイダーズのその期待に応えられるでしょうか。それをまるで振り払うかのように、そのナイスプレー。クォーターバック18番、ワイドレシーバー1番にパスを通し、1番これをキャッチアンドラン、見事なステップワークで左サイドライン駆け上がり攻撃権更新としました。磯のファーストダウン、見事な走りを見せましたのは磯のワイドレシーバー1番、箕浦、岐阜大学出身のルーキープレイヤーです。磯の相手陣35ヤードに入りました。この位置から磯のファーストダウン10の状況に入ります。パス不成功。クォーターバック18番、今度は4番へのパスでした。しかしこのパス4番わずかに届かず、パス不成功となっています。ターゲット4番は1の岐阜大学出身のプレイヤーです。その相手陣35ヤードの地点からのセカンドダウン10。愛知ナイスディフェンス。ここで磯野はジェットモーションスイープ、一人だけ動かしていいバックスに横へ展開させて、そこから加速してのモーションでのランプレーを展開しようとしました。4番がそれを託されましたが、これをアジャス、愛知がアジャストし約6ヤードロスと変えています。さあ下げられ、結果的に下げられる形になった磯野、サードダウン16のこの状況を突破できるでしょうか。ボールオンは相手陣41ヤードです。磯野サードの状況に入ります。パス不成功。ここでクォーターバック18番はパスを投じました。ターゲットは1番でしたが、このパスオーバースローでフォースダウンに変わります。磯野フォースダウン16、パントフォーメーションを選択します。磯野もここはパントにより陣地挽回を図ります。このパントは愛知陣25ヤード付近でボールデッドとな外へ出ました。この位置での攻守交代となります。第1クォーター終了。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして、愛知ゴールデンウィングス0点、磯野スーパースターズ0点、両者無得点で第2クォーターに移ります。